みがらば皆さん、こんにちは。わきょうのアレンです。今回この動画では、この自粛生活の時にアレンがどういったものを食べているのかっていうのを皆様に、自粛飯ですね、自粛飯どういったものを作って、しかもヤンゴンなのでどういったものを食べれているのかなっていうのを皆様に共有していきたいなと思います。そして今回今アレンがちょうど朝食を作っていますので、今回朝ごはんの様子を見ていきたいなと思います。こちらが、いわゆるトーストですね。さっき焼きました。でトースト焼いて、その上に今目玉焼きをこうやって作っているわけなんですけど、皆様こちら見えますか？こっち、これなんだかわかりますか？さっきのこの赤茶色のちっちゃいやつ、あれアリなんですよ。はい、こっち見てください。ここにもいるんですけど、ヤンゴンアリがたくさんいて、ちょうどこの時期にいっぱい出てくるんですね。それでアレンの目玉焼きの中にもアリが飛び込んできて、さっきみたいにこういった感じで今アリがもう卵と同化しちゃってるんですよ。多分もう死んじゃったんですけど、はい、って感じで今すごい、ご飯作る時、食べてる時も作ってる時もそうなんですけど、もうアリがどん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 食べ物の中入ってきちゃうんですね。で今回の目玉焼きにも入ってきちゃいました。気にせずどん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 、アレンは気にしないので食べていきたいなと思います。はい、で今からこの朝ごはんを食べるんですが、その前に少し皆様にお話ししたいことがあるので、共有したいことがあるので少し見てみてください。こちらが今回アレンが作った朝ごはんです。はい、これは昨日の残りのシチューと、今日朝焼いたパンと目玉焼きと牛乳、これがアレンのもうほとんど毎日これと言っても言い過ぎじゃないぐらい、これが朝ごはんです、アレンの。はい、こういった感じでアレンは毎朝欠かさず食べてるんですが、ここでここの見えますか、このテーブルの隙間に、これアレンは今ローカルのアパートに住んでるんですけど、このローカルのアパートに住む前からある、この昔からあるテーブル、いつからあるか分かんないんですけど、この中にきっとアリが住んでるんですよ。アリの巣が住んでて、アリがたくさん中にいるので、食べてる時に下から這い上がってくるんですよ。でしかもなんかこのアリ、暑いからか分からないんですけど、こういった感じで今はいないんですけど、この水が出てくる口にたくさんアリが集まってくるんですよ。なんか暑いから水の中に飛び込みたいっていう気持ちも分かるんですけど、でも自分が飲む水に毎回アリが入ってて、それで朝起きたらコップの中とかにもうアリがうじゃうじゃいて、もうすごく大変なんですよ。はい、なんかミャンマーあるあるなのか分かんないんですけど、今そういった悩みが今アレンの中にあります。でこちら見てください。ここはもうアレンとアリの戦いで、アレンも工夫をしてこの下に洗剤を入れたんですね。その上にこうやってやることで、アリは飛べないので必ずこうやって下からたどって、下に行かないと映れないじゃないですか、この隙間があるので飛べないので。なので必ずこの自分のコップに入りたければ洗剤を経由しなきゃいけないっていう、この作戦を取ったわけなんですよ。こうやっても朝起きたりしたらたまに1匹2匹入ってて、もうすごい苦戦してて、なかなかこのヤンゴンのアリ事情っていうのはやっぱり難しいなというか、このなかなか勝てないですね。すごく強敵なので、なかなかアリにはまだまだ工夫が必要というか、アリ対策には工夫が必要で、なんか殺さずにできたら逃がしてあげる方法を皆様がもし知っていれば共有してください。あとアレンはさっきのこういった感じで毎朝美味しい朝ごはんを食べてますので、こういった料理も自粛生活だからこそちょっと手の込んだものを作れたりとか、また毎朝作ることも忙しくないので、はい、毎朝しっかり時間も余裕を持って作ることもできるので、こういったのもある意味自粛生活では大事なのかなと思います。これからもアレンが自粛生活の中でどういったものを食べてるのかとか、どういったことが起きてるのか、アレンの身の回りで、アレンの元でどういったことが起きてるのかっていうのもシェアしていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではこちらで失礼します。たった。